皆さんこんにちは。今日もてげてげ日よりご覧いただきありがとうございます。うわ、風が強い。本日私が訪れているのは、はい、ここです。日向宮崎県総合運動公園に来ております。何しに来たかというとですね、じゃあ何か違うことに気づきますか？そう、名前がね、霧島宮崎県総合運動公園から日向宮崎県総合運動公園に変わりました。これはいわゆるネーミング代としてですね、まあ、企業からね、企業が命名できるこう権利とかあるんですけども、それが変わりまして、今回はメラ電機産業株式会社、ここがネーミングライツの命名権を取得しまして、日向と、ね、名称がつくことになりました。まあ、正直今までは霧島山桜なんとかとか、ちょっとね、まあ、私個人の意見ですけども覚えにくいところがあったんですが、宮崎県のキャッチコピー「日本の日向宮崎県」、これと同じでね、まあ、ブランドを統一するという意味ではすごくいいですよね。分かりやすくて、で地図にありますようにこういうね、まあ、大きな主要施設ですね、サンバリンスタジアムとか陸上競技場、日向スタジアムとかね、この花ドーム、それもね全部頭に日向が、つきました。うん、まあ、もちろんそれだけじゃないんですよ。私がなぜここまで来たかというと、ロゴマークがですね全部違うらしいんですよ。とりあえずこのトータルのこの敷地全体の日向というのはこのね可愛いマークになっております。いいですね、宮崎らしく、ゆったりした感じ、そして温かい感じが描かれてます。このロゴマークはですね、宮崎県民から、公募っていうのかな、公にこうね募集されて、その中から選ばれたものとなっているそうです。で全部それぞれの施設でね違うロゴっていうのもねなんか面白いですよね。さて、主要の、5箇所かな、5施設かな、そこを順番に巡っていこうと思うんですが、北の方から攻めていきたいと思います。まずは宮崎で一番大きな立派な、ね、天然芝の野球場、サンマリンスタジアムです。サンマリンスタジアムと命名したのは長嶋さんですね、元巨人軍の。そしてこのサンマリンスタジアムといえば、最近ではアイドルグループ日向坂46さん、これが宮崎にロケに来た時にね、この球場の中で、いろいろゲームをして、ね、宮崎のことを PR してくれたり、したということで、その日向坂さんのファンの方ですね、まあ、通称お日様と、呼ばれるんですけど、その方からもこう認知されている、そういうような、施設になっております。いや、立派な球場ですね。さあどうでしょうか、ちょっと拡大してみますね。はい、こんな感じです。日向サンマリンスタジアム宮崎、そして日向のロゴがいいですね。あったかい、宮崎らしい、そしてかわいいいや、これね私好きですね。はい、ということでまずは日向サンマリンスタジアム、こちらのロゴマークをご覧いただきました。次は隣接する武道館ですね、ここに行ってみたいと思います。さあ次に訪れているのが宮崎県の武道館になります。立派なもんですよね。実はこう敷地中の方にもですね、階段の壁とかかなりアートな壁画がありまして、すごくいい場所になります。そしてロゴマークはこれです。日向武道館、いいですね。ここはね、なんか筆で描いたような和風な感じがして、武道館にあったロゴじゃないかなと思いますね。さあ次はこの敷地内ほぼ中央に位置する陸上競技場に行きたいと思います。が音聞こえるかな。すっごい今工事してるんですよ。この施設全体的にね、今改修工事が行われているんですが、陸上競技場の前、ここの敷地、広大な敷地があるんですけども、そこがね今一番大きな工事をやってるような感じですね。もしかしたら私の声入らないかもしれませんが、ご了承ください。まっさらのさら地になってますね。ここがどういう風な感じに生まれ変わるのか、なんかねちょっと楽しみではありますよね。多くの人々がこうね集まってのんびりできるような、そういう場所になるとなんかいいなと私個人的にはね思います。さあ近づいてまいりました。近づいたというかもうここね、ここ陸上競技場です。こっちねトラックですね。ここで陸上競技だけじゃなくて、宮崎はサッカーの試合やることも多いですね。私もサッカーの試合を見に、何度か来てます。宮崎にはね、テゲバジャーロ宮崎という JFL、ここから、トップリーグに昇格を目指しているチームがね、今あるんですけども、そこの試合をねここに何度か見に来てますね。さあこの工事をしている、現場の真正面です。ありました、立派な建物でしょう。さあじゃあまたねちょっとアップにしたいと思います。はい、緑をバックにした日向陸上競技場、ロゴはこれは宮崎の花かな、ハイビスカスかな、ハイビスカスの前で人が運動している、そういうロゴになっております。こちらが、これ入ってるかな、こちらが日向陸上競技場のロゴになります。じゃあ次はね日向スタジアムに行ってみたいと思います。すぐ隣です。見えてきましたね、日向スタジアムです。サンマリンスタジアムほど巨大で客席も多くはないんですけども、通常の、野球の試合、プロ野球は別ですよ、そういう試合をするのによく利用されている場所ですね。それがこの日向スタジアムです。はい、こんな感じですね。ここはオレンジ色を基調とした、看板になっております。そしてロゴマーク、あれは太陽と波かな、こう海のそばなんで、波か火とか、そこら辺をこうロゴに用いたのかな。いいですね、これもなんか宮崎らしくて、面白いですね。とにかくあれですよ、すべてを日向で統一した、日向で統一したっていうのがね、本当ね、この企業の、宮崎県に対する、本当ね、強い思いですよね。本来であればですよ、その企業が使ってるブランド名とか、そういうのをね、ネーミングライツでは使うことが多いじゃないですか。ヤフオクドームだったり、ペイペイドームだったりなんかヤフーしか頭に浮かばんけど、そんな感じですね。大体企業の名前がブランド名がつくんですけども、それを宮崎県のキャッチコピー「日本の日向宮崎県」、この日向で本当ね統一してくれたっていうのはね、まあそんなね、何も私が言うのはちょっとおこがましいですけども、本当にね、宮崎愛を感じられます。宮崎県民としてね、本当これは嬉しかった。ということでね、今日はねこう撮ろうと思ったんですよ。ちょうど4月というと例の、ね、疫病が、まあ、大変な時期だったんで、多分ねそれがなければ大々的に、PR とかね、そういうセレモニーみたいなのもやったのかもしれませんけども、ちょっとねまだ認知度が低いんでね、ぜひ私のこの動画とかね、ネット上の記事、これを見て知っていただけるといいかなと。そしてもっともっと多くの人がこの日向宮崎県運動公園、ここを使って、まあ、宮崎県は健康長寿日本一というのをね目指してますんで、1日プラス10分の運動、これが推奨されてます。ちょうどね運動公園いいですよ、歩くのに。いろんなコースがありますからね、ぜひ多くの方に利用していただきたいなと思っております。さあ次最後かな、この花ドーム、こちらに行ってみたいと思います。はい、では本日最後のロゴマーク確認場所であるこの花ドーム、こちらにやってきました。この花ドームはですね、宮崎県産の木材、これをふんだんに使っている、素晴らしい温かみのあるドームとなります。外の外観もねこんな感じで、なかなかクールなイメージなんですけども、中に入ると本当柱とか壁とか、まあ、すごい数の、木材、宮崎県の木材が使われてまして、本当ねあったかい、ほっとするような、ほっとするっていうのもねあれかもしれんけど、まあ、そういうような素敵なドーム型のスポーツ施設になります。それではねこちらのロゴを確認しましょう。よし、はい来ました。日向この花ドーム、よく見てください。日向の田を戦ってますね。人間がねパンチやら蹴りとか出してますよね。そう、これが日向この花ドームのロゴになります。いいですよね、あったかみと宮崎らしさ兼ね備えた、ロゴなんじゃないかなと思います。なんか風が強くなってきた、気持ちいい。さあですね、今回は日向宮崎県総合運動公園、こちらの名前がね変わった、名称が変わったということで、さらに主要施設のロゴマークがそれぞれ違うと、いうことで、ちょっとそれをね、紹介していきました。ということで本日の「てけてけ日和」この辺で終わりたいと思います。では皆さんまたお会いしましょう。元気で、ごきげんよう、さようなら。